まだ短い俺の VR 人生だけど、最高潮に生きてる可能性がある今。スタンミー！お父さん、お父さん、お父さん、ちょっと待って、ちょっと待って、来て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 、やってきまーす。意外とうまそうでしょ。あ、もう出てるって。超チルなんで。どうぞ。マジそんなお前、バックもそんなチルとかお前。お、入ったよ。お前、分かってるな。そうか、そうきたか。そうなんですよ。このワールドは雨のワールドでございます。でちょっと案内してもらっていいですか。じゃあ特色がありまして、この雨が音を奏でてるんですね、このワールドは。そうだね。なので例えばここのドラムって上からの水滴で音が鳴るんですけど、例えばこれをなくしたらここの音なくなるんですよ。ほんとだ。はい。で逆に入れたら雨増えるんですね。ちょっと待って、今までのそのジェットコースターと絵画見て、で、もう一回ライドアトラクションしたじゃん。はい、この自分で何かするって今ちょっとまだ短い俺の VR 人生だけど、もう多分最高潮に生きてる可能性がある今。あかんこれ、今ちょっと限界化しそう、俺限界化音出しそう、これちょっとやめて。嬉しいわ、めちゃくちゃいい。うん、来てください、小田さん。はい、パチパチ。はい、あー、叩くな、叩くな。これとかも回せるんすよ。おー、回ってる回ってる、バルーが。こっちか。全然出ないよ、スタンミー。ほら、来た来た来た。あ、出た出た出た。で、これでペースとかで音も変わるんで、鍋を置いてみてもらっていいですか。わかった。今この音で、うわ、カンカンカンじゃないですか。で、これが、うん、おー、そう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 、速くなるんすよ。ここら辺、ここら辺、あ、音鳴れ、あ、おお、コップだ。すげえ、空き缶コップみたいな音してる。いくか、受け取れるところ。これでさっきのサツキとメイの、あ、来た来た来た、これが好きなんですよ。これが好きでしょ。最高。ずっといられる。これがさっきまさに言ってた、好きって言ってたもんね。最高最高。で、場所をずらすと音も変わったりするから。やべえ。やべえ。やべえって。やべえよ、これは。で、俺めっちゃ早くしちゃうかな。いいよいいよいいよ。超出してる。もう流そう。うん。うん。超絶。あ、すごい持ってきてくれてる。テレンスさんが。テレンス、なんかいいところに置いてきていいよ。わ、いいな。あ、やっぱここは水滴がね。ああ、本当だ。滴ってるの見えるな。あと良くない、このもう元々都市があった場所がさ、海底都市みたいになってるみたいなね、上の表面だけみたいな。いやいや、あーすごい、月のオーブがめっちゃ増えてる。あー、来てる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 ぞ、来てる来てる来てる。あ、動いた。うわあ！やばい！来てる！来てる！これ水位上がった合図なんじゃねえか？あ、来た！何？これを指でポンって押すらしいっす。ポンって。お。押してみていい？いいですよ。オッケー。ポンって。なんで押さねえんだよ、早押せ早押せ。来た来た。すごいすごい。
こういうのも使えるらしいんですけど、上とかで使える音が増えるんですよ。これは何なんだろうね。これも多分音が違ったりすんのかな。なんかあ、お、あ、電子音みたいになってる。パン。うわ、すげえ。違う音だ。こっち開いてるね。うん、あ、うん、いいじゃん、めっちゃいいわ、すげえなあ。ああ、もうね、最高です。これ好きにはたまんないと思うこれ。もう動けないぐらいチルってるけど大丈夫俺。いや、次に、うん、いや、ホラーワールドマジで悩ましいですね。ここは VR のホラーの怖さっていうのもレベルが分かんないっていうのがあって、うん、あ、デスクトップだったら怖さ分かるんですけど、ちょっと未踏の地すぎて、いや、分かるね、うん、そのでもどう、ホラー的な怖さと配信的な怖さがある、うん、配信的な怖さあるのかな。配信的な怖さがある。うん、おっ、そういうこと？今から始まるってこと？ホラーワールドが。なんかカラカラ鳴ってんな。あ、あっち出たよ。うわ！何？出て大丈夫か？え、大丈夫か？なんか落ちてきてんな。うわ！うわ！こんなこと起きんの？何？ちょっと待って。やばいやばい、もう、いくら水が好きだからって水の中は。何何何？上かな？合ってるかな？あ、待って待って待って、ジャンプがやばい、ジャンプがすごい、浮力が、浮力がある、ほら、すげえ、うわあ、なるほどね、上まで行けるんだ。あ、そういうことか。うわ、良くない？良い、めちゃめちゃ良い。あー、かっこいい、なんか物語が始まりそうな、ね、じゃあ行く？行きましょうか。なんていうの、大きな音と点滅する映像、そして残酷な表現等のホラー要素を含めます。このワールドは未成年には推奨されていません。いずれかのオプションを選択し、同意して次に進んでください。イエス。はい、ショート落ち着くとるの。平行の絵は後で適用。うっす、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 うっす。なんだこれは。はい、いろいろ設定やっ、だけど遊び方、2台のジェネレーターに最大4つの燃料を入れ、1つのバッテリーを挿入し起動させること、はいはい、あ、いや、あるあるな、うん、スラッシャーはあなたを探し殺そうとする避けねばならない敵です。ああ、しかもプレイヤーが発する音で来るって書いてあるよ。どこどこ、プレイヤーで発する音、目標達成するとヘリコプターが向かいます、うん、プレイヤーがヘリコプターで登場すると脱出成功、制限時間は20分です。いい、時間もちょうどでしたね。20分ね、 OK。 いやー、これね、ほんと失礼なこと言うんすけどね、うん、おとじゃさんがいてもマジ気乗らんす、テンション下がってます。疲れてるのもわかるけど、それ以上にあれだね、なんかもう説明読むのも何にするの、雑じゃない。これでこれ押しちゃっていいのかな。あ、押しました、レディー入りました。うよう、誰、マジで始まりました。本当にこれはやばいって。あ、出てる出てる、ねえ元ちゃさん、これはやばいって。
いや俺もさ怖いんだけど、うん、やっぱさ自分以上にビビってるやつがいると安心するね。後ろついてくね。まず敵がなんだか知りたいっすね、まずは。いやそう、わかんないのが一番怖いから。マジなんか出てきたらもうごめんだけど、スタミナ置いて俺逃げてしまうかもしれない。やめてくれ。すげえ影がほら。ちゃんと。うわあ、お前テネス前来んな。うわあ、うわあ、びっくりした。びっくりした。うわあ。うわあ、ちょっと待って。怖っ、びっくりした。ちょっと待って、やばい。逃げろ逃げろ。これは怖い。びっくりした。そこにバッテリーある。そこにバッテリーある。待って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 。来てんだよ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 。やべ。これってアイテムじゃないの？これアイテム。あ、これこれ来た。なんだ？ガラス瓶。衝撃を加えると大きな音を出して割れる。え？大きな音出しちゃダメだよ。音で釣るやつで。あ、来た来た来た。音で釣るんだ。じゃあ。来た？後ろ来てるか見て。俺これガラス瓶持ってるから。見れない。後ろ、いや後ろ来てないよ、後ろ来てない。あ、これジェネレーターね。あ、後ろ来て。あ、さっきバッテリーあったよ。ちょっとバッテリー見に行こう。そうだね。いや来てない。クリアリングしてちゃんと。いや来てない。こっちは。いいね、あ、来てない。もう来てないわ。大丈夫。あ、意外と負けるんだね。負ける。そう。いや、来てない。あー。うわー、びっくりした！びっくりした！ちょっと、落とす！ちょっと、うわー、びっくりした！やばい！怖ー！逃げる、こっち逃げる。バッテリー取ってくるから！おい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 ！後ろ来てるよ、後ろ来てるよ！やばいやばい。あのさ、二つの意味でやばくない？あいつ。あいつなんか映しちゃいけないような感じするけど、気のせい。確かに。確かに。風貌がね。映しちゃいけない。二つの意味でやばい。どうだ？あるかな？あっちに。ロッカー。あ、そうだ、それ。ちょっと一人で隠れるのずるくない？ちょっと。いや、出方がもう、出方がわかんないんだよね。どうやって出るんだろう。え、スタミナここにいます。やめろ、出れなくなっちゃった俺。え、もちろんね。動ける。終わったんだけど。死んだぞみんな。頑張れお父ちゃん。大丈夫かな、テレンス君、大丈夫かな。もう大丈夫。あ、ジャンプで出れた。うわあ！ちょっと待って、しんちゃん撃たれた今。上撃たれなかった誰か。びっくりした。大丈夫テレンス君。あ、ダメ？オッケー。あ、ハンバーガー、ありがとう。Please to drop. 口元でユーゼ食べる。あ、食べた。ありがとう。超健康。スタンミー？あれ？スタンミーいる？スタンミー！どうするテレス君、ご主人やられたよ。
だ今ね、ほら、スタミナがどうなってるか、リスポーンする？リスポーンで、じゃあ、はい。あ、俺だ。俺が死んでいる。あ、来た。ごめん。殺された。バーンって音がすげえ。あ、殺されました。おとぎさん、一個、伝えておかないといけないんだって。何、うん、あの、えのるのもでした。うん、何度見ても、そう、ずっとあれ、モザイクが来るんだけど。じゃあ、あれは、モザイクで対応してもらっていいですか？そうだね。極限まで見ないでもらって。はい。え、待って、場所も違くね。そうだろ、やべえ、マップもちげえよ。了解。じゃあクリアお願いします。ねえねえ、これはさ、わあ、俺学校とか病院嫌だな。ああ、あ、大丈夫、喋ったの、来るよ。響くんだから声が。喋ったら来るって。はい。え？あ、そういうことね。スタミ。静かにしろ。あ、もう。だね。死んでるやつがいるわ。待って、右でドア開いた音したよ。は？右でドア開いた。いや、来てない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 よ。大丈夫か？死んだ？おとじゃ？右でドア開いた音した。気のせい？来てない来てない来てない。大丈夫か？ちょっと待って！ちょっと待って！助けて！あ！バカ！なんでこっち来んだよ、あいつマジで。戻るか、リスポンしよう。殺された？ねえ、なんかそっちが追われてたはずなのに急にこっちに来たんだよ。危ねえ、マジ超怖かったよな。ねえ、これ普通に難しいな。だって単純にね、そう、難易度が高い、単純に。もう一回行ってみるか。もう一回行こう。違うとこだ。うわ、また違うマップ。オッケー。じゃあ今回ガチでちょっとクリア目指しましょう。じゃあちょっと前見るから。オッケー。オッケー。大丈夫かな？大丈夫だ。オッケー。じゃあテレンス君ちょっとそう、中見てくれるか。行こう。あ、これ？オッケー。俺。俺一つ確保、okay. ガソリン缶、よしよし、ナイスナイス。あの、ホラーゲームの図書館はやばい。ホラーゲームの図書館はやばい。早く、早く出よう。落ち着け、落ち着け。
うるせえ。俺じゃない。俺じゃないよ、これ。俺じゃないよ。え、俺じゃない。これ、マップが合ってるって。俺これ俺何のことかと思って。ちょっと待って。なんか聞こえたかな。あれテネス君？あれテネス君？テネス殺されたかも。テネスはちゃんとプレイヤー判定だから。あ、いや、あ、テネス君いた。いた。静かにして、それあたんそれあたんおいお父さん揃ったかな OK 行こう行こうジェネレーターを見つけよう音する どうする？どっちが乙女になる？これはまずい。どこだジェネレーター？ね。行ったな。一回あでもなんか光ってる光ってる。やってみてやってみて周り見てる。バランスを保つんだって。バランスを保って。できてる？バランス保って！はい。なんか真ん中を保てば。入ってるよ。入ってるよ。オッケー。どう？そっち大丈夫？大丈夫、大丈夫。オッケー。入って。見る。オッケー。やばい。ちょっと待って。来て。こっち大丈夫。ゲーム下手か？許して！いや、入ってこれ。信じらんないぐらいむずい。マジでむずい。気づいたらいるね、あいつね。いやまた次に回しましょう。ま、一番、そうだね。次回しよう、これは。それでは、言ってるやつも怖いし。うん、はい。締めのワールドに行きたいと思います。これで終わりではありません。締めワールドある。マジか。締めワールドがあります。テレンスお願いしていい？はい。こちらでございます。こちら、俺が超おすすめワールドなんで一緒に行きましょう。じゃあ、テレンス、また後で。行こう。
これは僕の視聴者のみんなならわかりますね。僕は本当に序盤の方に視聴者の人におすすめしてもらった、俺が初心者の方を連れて行きたいワールドです。あ、入った、入りましたね。確か鍵をあん中に入れるんだっけな、うん、え、入れていいじゃん、どうぞ。あ、触ったらもういけんのか。あ、なんか触った。あ、じゃあ宝箱の方を見て、はい、楽しんでください。座ります。はい、はい、お、俺はこのワールドで VR ハマったと言っても過言じゃないんで。お前そうなの？ここで VR の凄さを知りましたね。視聴者に渚でおすすめされたワールドだったんだね。あーそうなの。わーいいね。周りにも。あ、こっちに来た。すげえ、すげえ、すげえ。おお、なんか泳いでるよ。ウミガメみたいな。いやー、やっぱいいな。めっちゃ綺麗。わー、なんか上から。
お、来た。ゴー。すげえすげえ、どんどん来るね。すごい。いやー、まあザ VR だな本当に。俺はこのワールドにあったのはでかかったっすね。あー、いや、これは VR 堪能してるね。この地面の割れる瞬間とかが本当にゾクッとして、うん、落ちるかと思うもん。うわー、うわー、入った。表現素晴らしい。本当にこのワールドは本当に素晴らしい。素晴らしい。やばすぎ。おー、全部入ってた。ここ好き。ここはもう VR チャットを始めた人にもう僕はすぐさまおすすめしたいワールドの一個。いや、いいよね、視聴体験として。なんかほら、こっちが何もするわけでもなくちゃ、そうなんですよ、 200% 楽しめるようになってるから。すげえ。俺思うんだけどさ、今日のいろいろやって、うん、うん、これ全部無料でできんのやばくない？そうなの
これ無料なんだよ、VR チャットは。怖いんだよ。そうだよ、これ。こういう作品を作るってなった時、わからないこともたくさんあっただろうけど、これできるのすげえな。すごいっすよ。で、ラスト一つだけ、一瞬で終わるんで、ね、もう一ワールドだけ言っていいですか？どうも。こんにちは。じゃあ出してもらっていいですか？はい。まだ制作途中なんですけど。はい。スタンミュージアム？はい。まだまだ始動したばっかで、超絶仮なんですけど、VR チャット今までいろんなイベントとかお邪魔したり、友達と遊んだりした、歴史を載せていこうと思って、こういう写真を載せるだったり。はい。超いいじゃん。そういうワールドをちょっと、もう本当に始まったばっかりで、っていうことでちょっと記念すべき一発目っていうのを。いいの俺で。で、いいんだよね。はい、大丈夫です。いいんだよねはおかしいだろ。いや、超絶いいよ。だってほら、言ってたで、写真撮るのが好きっていうかさ。そうなんですよ。そうなんですよ。メモリー残すのが。あ、もうやってんのね。やってるんです。始めようと思って。いやー、行動早いね。いいよ。いいぞ。おやさん、どういいぞ。じゃあ、ここに前に。立って、うん。あ、そういうことね。はい。じゃあ、クソダサポーズしようか。クソダサポーズ。オッケー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。記念すべき1枚目として。いやいやいや、こちらこそこんな。なに、VR の世界って花とか送れないの？あ、じゃあ、じゃあ花飾っていいですか僕。どうぞ。音じゃよりの。素晴らしい。あともう一つ、提案というか、うん、何お話があるんですけど、よかったら第2回もやりませんかってことで、VR 界。いいね。はい。で、ちょっと第2回もやりたいこと決まってて。うん。温めてたワールドが1個あるんですよ。はいはいはい。ポコピーランドって言うんですけど。なんかちょっと聞いたことあるけど。そう。すごい、もう VR チャットの中とトップ5には入るんじゃないかぐらい有名なワールドで。ポコピーランドの制作者さんに、お願いしまして。制作者さんに？はい。一緒に配信しませんかってことで。案内しながら配信しようかなっていう。行く。いつ行くの？それも日程決めよう。また早いやん。そうだね。またテンション上がってるやん。明日行く。ダメ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 。早すぎ早すぎ。明日行く。この後でもいいよ。テンション上がりすぎだ。じゃあ日程決めていきましょう。オッケー。オッケーですね。じゃあ今日はありがとうございました。どうでしたか？はい、ありがとうございました。まあ、移住する人の気持ちわかるわ。もう半分。もうね、少し前に始めたけどさ、もう50時間ぐらいプレイしてるよ、俺。配信会でも結構やってますもんね。まだまだなんですけど、うん、その VR っていう世界を知って、うん、なんか、教える側もおもろいんすよ。いやそうだね、今回ほら完全にレクチャーしてくれたわけだから、はい、なんかのめり込んでいってくれてんなとか響いてんなっていうのがもう音じゃさんがっていうのもあるんですけど、さすがっていうのもあるんですけど、教えるがもうめっちゃおもろいんでたくさんワールド巡りましょう。そうだね、はい、でポコピーに関してはもう完全に僕たちは流れに身を任せてポコピーランドを案内してもらうってことで、次回ポコピーランド編。はいはい、お疲れです。またお疲れです。はい、じゃあねー。じゃあホームに私は戻ります。はーい、さよならー。